お姉ちゃんってまだ交通誘導員とかやってんの？いい大人になったんだし、自分の人生切り開けなかった？無能で健康体だけが取り柄の低能女とはいえ、よくそんな仕事を続けたいと思えるもんだわ。アキコ、お久しぶりだね。うん、まだ交通誘導員として働いてるよ。暑い日に晴天の下で働いても体を壊すこともないし、私には合っている仕事みたいだから。うわ、ずぶっと。その強さって女としてどうかと思うよね。ま、お姉ちゃんは昔から色黒で身長も大きくて、なんか可愛げがなかったし、今さら女とか出せないか。まあそうだね。健康な体に産んでくれた両親には感謝しているよ。私はアキコみたいに頭も大して良くないし、自分の利点を使って世のためになればいいと思ってる。ああ、はいはい、いい子ぶっちゃって。そういうところ、マジで変わってないんだね。一方で私と来たら、色白でか弱くて頭もいい美人だし、いい大学も出て OL やって、王道の勝ち組人生。親も親よね。私が可愛いからって、私ばっかり可愛がって。アキコが幸せなら、よかったと思うよ。私は私なりの幸せな人生を送ってるし、今は不満もない。それで、どうして連絡してきたの？なんか自己嫌悪に陥ることでもあった？はぁ？自己嫌悪に陥ることなんて、完璧な私にはありえないから。おかげさまで幸せ絶頂の生活を送ってます。自己肯定感の一つもないあんたと一緒にしないでくれる？ああ、そっか。ごめんごめん。自分と私を比較して、自己肯定感を上げたいのかと思って。で、それなら何の話なの？それはね、私、この度結婚することになりました。っていうご報告をしたかったの。そうなんだ。おめでとう。昔からお嫁さんになるのが夢って言ってたし。よかったね。人のこと祝福してる場合ですか？あんたこそ、そろそろ味噌汁でしょ？結婚の目星はついてるわけ？結婚の予定は、今のところないかな。特にお付き合いをしている人もいないし。結婚をしなくちゃいけないとも思っていないけど。え、やめてよ。お姉ちゃんがそんな陰キャなこと言ったら、妹の私が恥ずかしいじゃん。別に、そんなに顔を合わせることもないし、そもそもアキコが話しかけてこない間は、ほぼ疎遠で、気にするほどのことじゃないよね。私の結婚式の話よ。こんなに可愛い妹の、仮にも姉なんだし、少しは期待されるもんでしょ？そうなのかな。でも私にはどうすることもできないことだし、せめて惨めな格好だけはしないでくれるかしら？日に焼けて汚い肌してんなら、おしろいでも塗ってよね。日に焼けた肌は健康そうでいいと思うんだけど、別に皮が剥けているわけでもないから、汚いっていう印象にはならないと思うし、そんなに心配しなくても大丈夫だよ。お姉ちゃんのそれは信用ならないから言ってんの。もしお姉ちゃんも結婚してれば、一応既婚者として一緒にお招きしてあげようかと思ったけど、妹に先に結婚されたかわいそうな姉の像になっちゃうね。かわいそうって気にしなくていいよ。お母さんたちも言ってたよ。あんたのことなんてもらってくれる男性は現れないって。もう諦められてるんだよね。ウケる。まあ私が両親でもそう思うだろうけど。そうなんだ。別に今まで私に期待してくれたことなんてなかったし、今更そう言われても何とも思わないよ。うわ、卑屈になっちゃって、マジネクラ。期待されてないのはお姉ちゃんのその性格のせいだよ。マジで取り柄とか、なんもないじゃん。うん、そうだね。悪いけど、この後は用事があるからもう行くね。じゃあ、詳しい日程とかは送っといてね。今日も来てくれてありがとうね。本当に何から何まで申し訳ない。そのうちご飯にでも連れて行くからね。いえいえ、とんでもないですよ。私も好きでやっているだけですので。それに宮野さんのご家族はとても温かくて、なんだか居心地が良くて、私が好きでお伺いしてるんです。そう言ってもらえると僕も嬉しいよ。息子たちももう独り立ちして、妻も寂しがっていたから、美智子さんが来てくれると、家が明るくなる気もしてね。ついつい甘えすぎてしまうね。いいんですよ。私もいつもご馳走になってしまっているし、私の方こそお世話になっている形で、
それにしても、美智子さんの作る料理はとても美味しいね。小さい頃から家で家事を担当されていたとのことだけど、本当に立派なお嬢さんになられたことだ。ご家族とはあまり仲がいいわけではないみたいだけど。昔から両親は妹に付きっきりでしたので、私にできることは私がずっとやってきました。おかげで家事は全般的に得意になったので、今となっては感謝すべきかもしれないですけど。美智子さんは心も綺麗なんだね。そんな環境で育ってきたら、両親を恨みそうなものだけど。そういう時期もありましたが、恨んで何か変わるわけでもないですし、健康体で産んでくれて、今誇れる仕事にもつけて。そういう現在に目を向けた方が、私も気が楽で。そうなんだね。こうしてご飯を作ったり、家事のお手伝いができて、宮野さんご夫婦に喜んでいただけるのも、私が家事や料理を得意としてきたからですし。確かに、今それに助けられているからね、僕たちは。ありがとうございます。今は宮野さんご夫婦を、その、家族ってきっと、こんな風に暖かい場所にも、なり得るものなんだろうなって、思えているんです。なんだか感動しちゃうね。すみません、なんかちょっと恥ずかしいですね。今日は珍しくお酒が入ってるから、つい。息子が帰ってきていたからね。和樹が持ってきたお酒を一緒に飲めて、よかったよ。楽しんでもらえたかな？はい、とても美味しかったです。すみません、私までこんな、ご家族の一家団らんの時に、ご一緒させてもらって。いいんだよ。僕たちも美智子さんのことは、娘のように思っているし、なんて言ったら、出過ぎた言い方かもしれないけどね。息子が結婚するお相手も、どうだろうな。美智子さんみたいな人だといいんだけどな。そんなに褒めないでくださいよ。でも息子さんのご結婚、改めておめでとうございます。宮野さんご夫婦みたいに素敵なご夫婦になられるのかな。僕たちが素敵な夫婦に見えているなら、美智子さんは見る目があるね。もちろんですよ。何私の結婚式にのこのこ現れてんの？マジで来ると思わなかったんだけど。結婚式の招待状あんたに送ってないじゃん。でも日時と場所は教えてくれたじゃん。最近は招待状も送らずオンラインで完結することも多いし、そういうものだと思っていたんだけど。頭の中お花畑なんだね。まあもし綺麗になってたら考えてあげてもよかったけど、やっぱその見た目じゃ受け入れることはできないわ。何よそれ。たとえそうだとしても突然ワインをかけてくるなんてさすがにひどすぎるよ。汚すぎてつい衝動的に綺麗にしてあげようと思って、気づいたらワインぶっかけちゃったわ。汚いって、日に焼けてるだけじゃん。交通誘導員とか底辺の仕事よくもやってられるよね。真っ黒に焼けててはず。身内の恥は帰ってくれる。そっか、わかった。幸せにね。自分をどうにかしろ。ワイン臭いし、とっとと帰れよ底辺女。そうするよ。お姉ちゃん、今どこ？今すぐ帰ってきてくれない？なんだかすごいやばいことになっちゃったの。ああ、そうなんだ。でももう私は帰るって決めてるから。今、新郎母と一緒にいるでしょ？なんであんたが新郎母と一緒に帰ってるのよ。なぜって、たまたま私たち知り合いだったのよ。それで、ワインで汚れた私のことを見つけて、心配して私と一緒にいてくれてるの。意味がわからないんだけど、あんたもしかして、そのワインかけたの私だって言ったの？というか、たまたま見られていたみたい。私がワインをかけられて、呆然としているところを、宮野さんのお母さんが介抱してくれたんだよ。アキコからの LINE も確認して、そのまま帰ってる。は？だからカズキのお父さんがブチギレてるの？カズキも真っ青な顔して突っ立ってるし、あんたのことを大切にしない妹との結婚は認めないって怒り出しちゃって。そんなことに。でもそれは、私にどうできる話でもないし、宮野さんのお父さんがそうおっしゃるんだったら、もう結婚はできないのかもしれないね。意味わからないんだけど、なんであんたがそんなに大切にされてんのよ。そもそもなんであんたたちが知り合いなわけ？前に新郎父が道端で倒れていたところを私が助けたの。病院にも付き添って奥さんとも面会して、それがご縁の始まりだったかな。はぁ？そんな偶然ありえるわけ？てか、なんでそこから仲良くなってんのよ。
あんたを追い払ってブチ切れるとか相当じゃん。その頃、奥さんが転んで手足を怪我していて、満足に家事どころか生活もできなくって、だから私が定期的にお手伝いしに行くことにしたのよ。何それ、お人よしがすぎるでしょ。奥さんが怪我で気分もめいってしまってた時に、旦那さんが美味しいものを買いに出て倒れたみたいで、そのお互いを思いやる気持ちが素敵だなって思ってね、私はその家族像に少しお邪魔させてもらってたのよ。それで宮野家に入り浸ってたってわけ。仲良くなったあんたのことを私が邪険扱いしたから、新郎父がブチギレてるっていうの。まあそういうことだと思う。あとは私の家庭についても少し話をしてあってね。何を話したのよ。妹がとても可愛がられていて、その代わりに私が家事全般を任されていたってこととか、妹はいい大学を出ているけど、私は大学に行かせてもらえず、就職を強いられて、今でも家にお金を入れていることとかね。まあ、和樹とは大学が同じって接点で付き合ったし、いい大学っていうのは認めるけど、それじゃああんたがかわいそうな悲劇のヒロインで、私は意地悪な妹って感じじゃん。そういうつもりで話はしてないんだけど、どういう言い方をしても、そうなるかなとは思うよね。だって未だに明子は家事が全くできないんでしょ？だから和樹さんがほとんどやってるって聞いたよ。それは、まあね。だって和樹は長男だから面倒見もいいし。それでも手のかかる私のことが好きって言ってくれたの。だから私たちの仲を引き裂くような真似しないでよね。人聞きの悪い。そんなこと私はしてないよ。今日だって私は何もしていない。明子が一方的に私にワインをかけて嘲笑っていたの。宮野さんの奥さんが目撃したってだけだよ。まさかあんなところ見られるなんて、なんとかうまくごまかしておいてよ。あれが姉妹の仲良し表現なんだって。だってちょっとしたおふざけだったでしょ。いや、さすがにそれは無理があるでしょ。今はほとんど明子と話してないって言ってあったし、妹は私のことが嫌いで昔から意地悪されてきたってことはもう前に話してしまっていたし。どうしてくれんのよ。あんたのせいで私の結婚式が台無しでしょ。なんとかしなさいよ。いいから戻ってきて新郎父に話をつけて。いやよ。なんですって。私はよくしてくださっている宮野ご夫婦を尊重したい。もしこの状況でも息子さんと明子の結婚を心よく思うなら、こういう状況であったって私も一緒に祝福する。でも宮野さんご夫婦がこれを認めないというのなら、私は嘘をついてまで和樹さんの結婚を強要しない。あんたの頑固なところは本当に変わってないんだね。いいから式場に戻ってきて。あんたが戻ってきて私たちの仲がいいところを見せれば、もしかしたら気持ちを変えてくれるかもしれないし。戻らないし、たとえ戻ったとしても私は明子と仲が良かったことなんてないし、既成事実を作るつもりなんてさらさらないわよ。ふざけんな。お父さんとお母さんも号泣して土下座してんだよ。あんたが戻ってくれば丸く収まる話じゃん。両親には健康に産んでくれたことを感謝してる。でも二人が私にとっていい両親だったかというと、私にはしこりが残るように疑問が残っているの。だからわざわざ嘘をついてまであなたたちを守らない。勘弁してよ。お願い、なんとかして。今この状況をなんとかできるのはお姉ちゃんだけなの。ねえ、私への謝罪は？は？私にワインをかけてベトベトに汚したことへの謝罪よ。今までの私なら何とも思わなかったと思う。あなたたちと接するときには特に感情に蓋をしてたから。でも今、新郎母に悟されておかしいことに気づいたの。え？まさかこのLINE お母さんに見られてるの？うん、一緒に見てくれているよ。私のことを見守りながらね。あと奥さんは、明子の義母になるつもりないみたいだよ。そんなこと言わないでください。私、和樹さんのこと大好きなんです。お姉ちゃんはこの結婚に関係ありませんから。和樹さんと結婚したら家族になるわけだし、そういうわけにもいかないみたいだよ。それに奥さんに旦那さんから連絡が来たけど、和樹さんも婚約破棄をしたいって言ってるそうじゃない。そんなことないから。お願い、お姉ちゃん、まだなんとかなるから。私、結婚するつもりで仕事も辞めてるし、結婚祝いにと思って借金してブランド品たくさん買ったの。和樹がお金あるから結婚したらすぐ返せると思って。ならなおさら、
私は和樹さんと明子の結婚をよく思わない。和樹さんはとても穏やかで素敵な人だったし、明子にはもったいないよ。お願いお姉ちゃん、今までのことは全部謝るから助けてよ。積み重ねっていうのはとても大切なものなんだよ。私はあなたに恨みの気持ちを教えてもらった。今更私が何をするつもりはないけど、宮野一家は守りたい。明子は日頃の行いを後悔して、一度地獄を見てきなさい。その後、結婚は白紙に戻り、明子さんと両親は泣き崩れたのだとか。一方で全てを知った和樹さんは、美智子さんに惚れてしまったらしく、二人は順調なお付き合いの末、ゴールイン。明子さんは嫉妬で頭がおかしくなってしまったそうですが、美智子さんは憧れであった宮野ご夫婦と本物の家族になり、子供も生まれ、一家全員で幸せに暮らしているそうです。宮野一家のお嫁さんとなることで、明子さんの家族とは縁を切り、美智子さんは毎月の仕送りもストップすることになったため、仕送りを当てにしていた明子さん家族は貧乏生活が始まったとか、自分の行いはいずれ自分に返ってくるということですね。